二代目、市川恵美也は、青森県八戸市出身の歌舞伎役者。屋号は、沢社屋。縄文は一つ、沢社の丸。本名は、泉山ふとし男。歌舞伎名跡市川恵美也の当代。歌舞伎とは、縁のない一般家庭に生まれる。昭和53年3月、八戸工業大学第一高等学校を卒業すると、東京に出て4月に、 国立劇場歌舞伎俳優養成所に入学。2年間の研修を終了後、同年4月国立劇場、絵本号ホークの中間で本名の泉山、ふとし男を名乗って初舞台。翌年3代目、市川猿之助の門下となり、2代目、市川恵美也を襲名。入門当時は、大部屋役者として、小山、立役ともに修行したが、昭和61年スーパー歌舞伎第一作。 山ケルの宮津姫に抜擢。門抜外で、名いかの役者としては、異例の抜擢と注目を集めた。以後スーパー歌舞伎のみならずエンノ之助歌舞伎の全般に、渡って、ヒロイン役に次々と抜擢される。透き通った声と、精神な所作、そして若き日の坂東玉三郎を彷彿とさせる、美貌で人気が上がり、エンノ之助一座の花形の一人となる。平成二年には、 縁之助の部屋後となり、平成10年7月歌舞伎座、吉常千本桜、鳥居前の生御前で名大昇進を果たす。近年では二枚目や若手役にも果敢に挑戦しているほか、平成21年2009には、大河ドラマ、天地人で武田勝頼という難しい役どころの武将を演じている。その一方で平成4年には、エミヤの会を、 初めて開催。また、平成15年には、郷里青森で開催された第5回冬機、アジア大会の開会式の演出を担当している。ありがとうございます。